北条の渦丸砂丘芸の方行こうかなと思いますが、はい、TikTok のフォローまだ3人です。あ、フォローしてるやつ、あ、そう、まあ、興味あるとこだけフォローするのがやっぱいいよな。特にやっぱあの TikTok なんか自然に流れてくるものを見るっていうプラットフォームではあるから、基本的にだから何をフォローしてるかっていうのも多分反映されるだろうしな、おそらく。あとまあ何の動画を見てるかはそうだけど。あれ、地上へ戻る。上からなんか。稲光、すなわち永遠なり。歩いて上がれるのかな。あ、てかこれ地上か。今普通に地上か。こっちは、あ、そこでいいのか。なんだ、上上がるんかと思った。ここでいいの。してる人ですか。やっぱこの世界にも喋らないのちょっとやっぱ違和感あるな。こんだけね、長いやつなのに。ウィルパール。あとこれ結局動くようになったんだっけ。古代機械を操作して目的地まで行く。稲光が何でも永遠なのか、引っかかりますね、聞くたびに。稲光、あ、すなわち永遠なりっつって。そう、どういうことなんだろうね。すなわち繋がってないよな、文章が。稲光に永遠のイメージ持ってないもんな。車を止めてください。原動力不足か。ダッシュボード謎です。洞窟の穴、あ、ここってこと？え、これでいいの？うーんって言うけど。操縦室、あれでいいんだ。で、下に行けと。
ジンニーの母。ジンニーの母がリルパールなんだっけ。バベルの、バベルはちょっとやっぱ怪しいな。そしてアザリクももうダメだな、こいつは。勝利先生は四字熟語しか言いませんし、ためになる四字熟語です。確かに、わかる、なんか想像できるような。意味合いが。リルパールには意志があるから、そんなあいつのとこになんか行かないじゃんね、普通に。物じゃないんだから。よそ者のお友達、なんかイラッとするな、こいつ。それはどうかな？こういうやつ、まあ、アザリックみたいなやつ嫌だな。戦うんかな。お、アザリクとその部下たちを倒す。なんで部下がおるの。天道、ここにある。裁きの雷。いや、ついに本性を表したか。知識はあなたにも。歌を認識となれ。この剣はわかるかい。無我の境地。さっさっさっ。あれ。よし。こんなところで。気持ち悪い。
なんでまだ上からなこいつ。やったか。デカぶつか限界、本性表しましたね。ねえ、部下が出てくるとは。お、愛のないタランチュラどういうことよ。どういうこと。絶対にお前を潤滑油へと煮立ててやる。どういうこと。意味わからん。なんでそれが解放されたんかよくわからん。あれ、もう一個なんかあるの。洗礼、あ、これあれか、今じゃないのか。機械から離れる。あいつらはファドゥイだと。これはやっぱりファドゥイと、あ、しかもあいつは裏切り者のアデルフィーだ。まあファディが関係しとるわな、そりゃ。察したな。あーでも実はなんか、実はあのさっきの、あ、名前忘れたけど、さっきのあいつ本当はものすごい先を読んで、むしろこのジェイドのためにと思ってたみたいなオチ、それなのに殺してしまったみたいな。いや、その可能性あるなこれ。でも戦うんかな。戦うんか。か後から知るパターンじゃないかこれは。ガンザン八九。見切りました。これこそが知恵の伝道。左右武功。この剣はわかるかい。ここより弱滅の時。狡猾な密輸商人だって聞いたみたい。よし。天道晩鐘難攻不落。逃げ道はあり。知識はあなたにも。少し
歌よ錦となれ。雨描きがたし。やったか。静寂。なんか落としてった。逃げた。調べる。どうなってんのこれ。あ、これこれか。北方の交渉人はファディか。邪魔な金髪の外国人、外国人。北方の人間にジェイドのやつが部族守護になることを指示するよう働きかけた。あ、まあジェイドのためになったってことかな。あいつが俺と結婚するようありとあらゆる手を尽くして追って迫ってやるつもりだ。やばい、暴走しとる。暴走しとるぞ。バベルがあの裏切り者の娘を宝物のように大事にし、それどころか部族さえも継承させようというなら自分で蒔いた種を刈り取ってもらうまで。その後バベルがあんたたちに課した全ての罪を撤回させ、これからの投資に便宜、あ、いや、悪いやつか。測ってやる。北方の人間と協力したことも許そう。前にバベルから密令があったように、あんたは部族と北方の人間との貿易の代理人になる。俺は彼女のように貿易の際あるものから盗んだり、咎めたりはしない。保証する。あやめたりか。とにかく早く来るようにバベルが俺たちの協力に気づく前に迅速に行動しない。え、どういうこと？手紙を読んだらすぐ座標の場所に合流しに来い。北方の交渉にも忘れずに連れてくるんだ。その時にあの邪魔な金髪の外国人のことも解決しているはず。北方の人間にジェイドのやつが部族志望になることを指示するよう働きかけてくれ。え、要は自分のためにってこと？あいつが俺と結婚するようありとあらゆる手を尽くして。だから、ジェイドをファデュイに、あの、部族の守護になるように指示するように働きかけて、で、結果、誰、あの、さっきのあの男と、ジェイドが結婚して、で、すべて丸く収めようってしたっていうことか。ちょっとわかりにくいな。アザリクの仲間。主婦を殺して婚姻という形で私と一緒にタニッツの狩猟になって一緒に北方の人間の操り人形になろうとしても、そういうことだね。あー、なるほどね。信用を利用しようとしたということか。ジェイドすごいよね。自分でちゃんと判断できてるかな。軽いな、こいつ。リーパール。軽い。心がないな。心がない感じがすごいな。信じてくれるんかな、これ。信じるかどうかやな。あ、でもそのさっきの手紙があるのか。確かに。あ、ちょっと読んでなかった。確かに。
何シーン来たんだっけ、永遠のオアシスだっけを復活させようとしてたんだっけ、復活じゃあそこに行こうとしてたんだっけ、あるな、ちょっとあれは取ろうか、これどう登るんだ、ジェットパックが欲しいな、これジェットパックが、ロボットアームでもいいけど、あ意外と登れた、でよ、ここ開けときたいけどね、まあいいか、行くか、どう行くんだっけ、こっから入れるんだっけ、失脚の谷、あこういう感じね、世界の内部に戻る、あれ便利ですよね、原神でも欲しいですね、いやそうなんよな、楽なんよなあれ、機械を、切ないね。お？どこだここは？アルハヤー宮殿。あれもあるか、ええわ、じゃあまた来よう、剣女盤石、見切りました、全部丸見えね、描きがたし天道、ここにある難攻不落、軌道流砂を排出する、それか、どう行くんだ、こっちでいいのかな、
なんかでかいのおるけど。裁きの意味。剣の盤石。覚えたわ。太陽ルコ。はい。私のお家にいらっしゃ。無我の境地。あ、でもなんか開かなかったっけ？これかな？ちょいちょい出てくるのやめてほしいな。難攻不落。見切りました。描きがたし稲光、すなわち永遠なり。やるか。剣女盤石。裁きの雷。手をつなぎましょう。知識はあなたにも。動く。この剣はわかるかい？ダイウルコ。このナヒーダさんの元素爆発、あの内側に入っている時外側のことがよく見えなくなるから、何気にちょっとあれだね、じゃ見えにくいなってなるな。剣女盤石。ここはまあまた今度クリアいくか。先に進もう。探索を続ける。あともう一個なんだろうけど、これはこっちに行くのか。いや、なんもないか。なんもないよね。え、何すんだろう、ここで。あそこ上がれるな。わあ、思いがけず。これで解放したかな、で。これを取りに来たわけじゃないんだけどね。欲しいものはあった？え？この上なんもない。上がるんか。ああ、あれ？上がれるな。上がるんか。
あそこに届いた。届けば、はい。元旦八九、天道万象。見切りました。痛くしちゃう。この剣はわかるかい？イニシエの扉を開ける。の雷鳴。コカ奥義。一線扉を開ける。これはギミックかな。ここで区切るか。